はい。今回はですね、シャオミ i のね、レッドミーセブンの動画撮影時の音声のね、えーまあ、入り方といいますか、えー、それについてね、ちょっと話をしたいと思います。えっ、ー、と、今ですね、この撮ってる映像は、えー、まさしくね、そのシャオミ i のレッドミーセブンで撮っているんですけれども、まあ、ちょっとね、前回からマイクのね、えー、内蔵マイクのテストなんかね、少ししていく中で、ちょっとね、すごく、 音声が悪いんじゃないかなっていうね。まあ、音がね、入ってる音が小さいっていうのもあるんですけれども、なんかこう、すごいね、えー、綺麗に撮れてないっていうようなところがあって、えー、今までテストでね、まあ、短い動画しか撮ってないので、その辺がね、ちょっとわかりにくかったんで、今回は、ちょっとこういう感じで喋って、えー、少し長めにね、まあ、だらだらと喋って、その辺のね、入り方がどうかなっていうのね、今、確認をしている最中です。 えっと、撮影している感じとしてはね、いつものね、Galaxy S4 で、えー、いつもね、この、Galaxy S4 という端末で撮ってるんですけれども、まあこれとね、同じぐらいの、まあ同じような状況でね、えー、撮ってはいるんですけれども、まあ Galaxy S4 であれば全然問題なくね、綺麗に音声が撮れるんですけれども、まあそれ以外のね、えー、端末ではなかなか、あそこまで綺麗に撮れないんですけれども、でそれをね、前、えー、ちょっと動画にしたんですが、まあその中でもですね、 ちょっと r e d m ー7が、えー、残念品質というか、えー、そういうところがあったので、改めてね、今テストをしている状況です。えー、まあ、こういうふうにね、喋ってるのが、まあ、普通に聞き取れるぐらいで、えー、取れればね、まあ、問題ないんですけれども、まあ、非常にね、音が小さくて、かつ、なんかこう、音が大きくなったり小さくなったりしているようなね、えー、なんかちょっとこう、変な感じがありまして、で、このカバー、これね、今、本体にこの、 カバーをね、これ付けてるんですけども、このカバーがなんかね、カバーってケースか、ケースがね、干渉してるんじゃないかなと思って、えー、ちょっとね、そういうマイクの穴なんかを塞いでしまっているんではないかというようなね、えー、気がして、いろいろ見てみたんですけど、決してまあそういうわけでもないようなので、えー、ちょっとね、シャオミ m レッドミー i 7のマイクというのが、もともとね、こういうものなのか。 うんちょっとわかんないんですけれども、でまあ、動画でね、YouTube の動画なんか見ると、この、まあ、r e d m i 7の、ね、動画を上げている、まあ、日本人の方ではあまりいないんですけれども、あの海外の、ねえー、スマートフォンレビューしている方の動画なんか見ても、ちょっとよくわかんないというか、うんまあ、ちょっとなかなか判断つかなかったんですけれども、まあ、自分でやってみるのが、ねまあ、一番。 今、まあ早いということで今やってるんですけどね。ただ、なぜか個体差みたいなのもあるかもしれないなっていうようなことでね。まあ、ちょっととりあえず今ね、えー、約2分50秒喋ってますので、この辺でね、えー、少し見ていきたいなと思っています。はい、今回は以上です。